私のはニパルの生ジポンです。お願いします。お願いします。うなずくだけで言うので、あ、そうですねだけ言ってもらっていいですか。僕がなんとかですよね、どこのジムで訓練したいですか、空手習いたいですかって聞いたら、こうやったらそうですねだけ言ってもらえますか。ですね、じゃあ予行演習しますけども、お寿司は食べたいですか。そうですね。でこのそういう感じで、じゃあかっこいいよ、ちょっと大きめに、はい、あでちっちゃくてもいいんで、僕が怒るんでわざと怒りますから、はい、気にしないでください、はい、ネタですね。はい、格闘タクニュースゾーナさんからです。今回はビジョンファイターラジーナさんに来てもらいました。でラジーナさんの、まあ、ファイトスタイルなども聞いていこうと思うんですが、ラジーナさんはクロスオーバーで、ニュージャパンキックの元王者のナナさんと戦います。ラジーナさんはいつもどこでトレーニングしてるんですか。そうですよね。で大体ムエタイとキックボクシングをされてるんですよね、はい、でムエタイとキックボクシングをやってるんですけど、日本の空手とか興味ないですか。そうですね。で今日本は今空手が流行ってまして、はいはい、特に合気界空手っていうのが流行ってます。でここの合気界空手っていうのが、この平本の蓮くんと、この一番不細工だって言った芦田流星とですね。であとは最近ですね、この三浦孝太選手、息子カズですね。三浦孝太選手は日本のレジェンド、サッカー選手のレジェンドの息子さん、大金持ちの上にイケメンで、それだけで食ってるような人なんですね。で今空手、合気界という空手でやってまして、この3人と一緒にトレーニングしてみたいですよね。そうですね。ですのでラジーナさん、日本でまだまだ戦ったりトレーニングをしますので、もしよかったら一緒に空手を習いに行きませんか。そうです。ということで平本蓮くん、もしくは芦田奈々さん、息子カズさん、お声かけください。お願いします。お願いします。でもう共通の敵パンチャーリナを一緒に叩き潰しましょう。サイン書くのも上手なのでよろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。さよなら。平本さん、一緒に練習をやってください。Hello everyone, namaste. Thank you for watching our channel. Please like, comment, subscribe our channel. Bye bye.